ありがとうございます。どうも。ちょっと。じゃあ、早速ですが、はい、今日は、使い口無料罰福祉事務所長の、継続に関する要望をですね、どうか、それから、自民党、新党さん、公明党さん、会派でですね、要望させていただきます。はい。じゃあ、初めに、こう、渡すところを。はい。はい、じゃあ。はい、わかりました。じゃあ、私の方から、はい、要望の内容について、これ、文章を読ませていただきたいと思いますけれども、地下鉄無料化については、重度障害者の社会参加を促進し、福祉の増進を図るもので、多くの障害者に利用されています。福岡市では平成29年に、障害福祉策の充実を図るともに、障害の種別や地域といった区別に限定されない必要な人への公平で効果的な支援の実施や持続可能な制度としていく取り組みの一環として地下鉄無料バスを福祉乗車券制度に投稿いたしました。これにより西鉄電車やバス、タクシーなど他の交通機関も利用できるようになり便利になったと分かっております。一方で福祉乗車券制度の統合に際して地下鉄無料バスは来年ですけども令和2年9月末までの経過措置とされておりますが、重度障害者にとってバリアフリーが進んでいる地下鉄は通所や通院など日常生活の足として欠かせないものとなっており、地下鉄無料バスの廃止は重度障害者の生活に大きな影響を与えるものと危惧しております。また平成31年1月に施行した福岡市障害者差別解消条例においては、共生社会の実現という理念が掲げられており、障害者のさらなる社会参加の促進が求められていますが、地下鉄無料バスの廃止は、障害者の社会参加を大きく後退させるものと考えています。つきましては、引き続き地下鉄無料バス、福祉乗車証を継続されるよう、市長も、昨年の市長選挙で、多くの市民の方としては、生活の現場に入ってきて、さまざまな声を聞きました。で私どもも、4月の統一地方選挙、本当にいろんな、市民の方からですね、要望をいただきました。その中でこの福祉乗車券に対する要望も大変強いものがありましたし、今福岡市は、配る福祉からですね、支える福祉ということで政策をですね、提案をしておりますけれども、やはり障害のある方、それから所得が大変厳しい形についてはですね、やはり一定の配慮が必要なんではないかなというですね、そういう認識の中でですね、今日はこのようなですね、要望させていただきましたので、ご了承ください。はい。黒田さん。これは地下鉄の話なんでですね、地下鉄が通っている場所、使える場所、使えない場所、大きな基盤の一つで地下鉄がそういう動きをするということになれば、いろんなところにですね、踏み出せる、また踏み出していただける街になるのではないのかなと、そういうふうに思いますので、その要であるここにしてですね、それをこれを両方を聞き取っていただけたら大きな前進になる期待をしておりますので、地下鉄という海での今回の方法ですけど、そこには定義としては広く皆さんに広くしていただける環境をですね、そこを一つ自然になると、そういうものがぜひご検討よろしくお願いします。高橋さん、はい。今回こういった形で要望させていただいております、福
福岡市としてもいろんな方々が、バリアフリーを、実現するこの一助としてこういった政策を推進すると、いろんな福祉政策にしても長期にわたってやらなければならないこと、ですぐ実現できること、いろいろあろうかと思います。本当にできることは素早くまた、スピーディーにやっていただくことが福岡市のまた、施策ではないかなというふうに考えております。ぜひこちらの実現に向かってお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、今黒子会長からも花田町からもお話ありました通り、私も11月の選挙の時にやっぱり子どもたち、それから障害のある方に対する期待感というのはね、直接お声を聞きまして、それで去年の予算編成の時に実はそういったことで、この重度障害者にかかる福祉乗車証のですね、今経過措置になっていますので、これの見直しの必要がないのかというようなことを調査をお願いをしておりまして、で、この5月にもですね、実際の利用実績っていうところの報告も5月の頭に受けました。多くの方がまだこの経過措置という形をご利用いただいていたり、もちろん新しい制度になってね、より幅広くタクシーとかバスにも使えるようになったんでね、こっちが便利だっていう方もいらっしゃるんですが、引き続き福祉乗車証の方でねの経過措置の方で使われているという方もやっぱり一定数いらっしゃるということも分かったところでした。ぜひね、やっぱりその障害のある方であっても、子どもたちであってもというようなことで、やっぱりユニバーサル都市福岡としては、特にその重度障害の方っていうのは、まずその外出する機会とかも含めてですね、そうしたものを保障していくっていうことが非常に大事だと思いますし、地下鉄は福岡市が走らせてるんでね、多少1人乗っても2人乗ってもあんまり経費変わんないんじゃないかとどうせ動いてるんでね、そういうところは優しくできるところはできるだけね、優しくできたらいいんじゃないかなというようなことは内部では実は検討はしていたんですが、今日このように打ち揃ってですね、与党会派の皆さんに来ていただきまして、で午前中には自民党市議団の方からも、ほぼ同じ内容の実は要望書の方もいただきました。ですからまさに与党が全員揃ってこれは投資していただけるということですから、ぜひこれは今の暫定措置と同じようにね、いわゆる地下鉄無料パスというところで、重度障害者の皆さんもこれからも使っていけるようにね、それが実現できるような方向性でぜひこれから検討を進めて、また来年度というか新年度の予算に反映できるようにね、これから保健福祉局にはもういますけれども、制度をね、ぜひしっかり作っていただけるように、検討をお願いしたいというふうに、真摯に受け止めたいというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございます。